一番極まるのが冬至の日っていうことになるわけですよね。やっぱりその太陽が少なくて、やっぱり陰に入りやすい。で、おまけに寒いときたら、頭痛があるならば、表裏一体です。運が覚醒する金融上昇チャンネルの高見です。皆さん、もうお分かりだと思いますが、この背景、そしてこちらの人物。今日は富山に来ております。はい。いやー、お久しぶりですね。いや、ようこそ、高見さん。もう、こちらの方がようこそっていう、迎える立場ですからね。いえいえ。お越しくださいました。ありがとうございます。患者住職さんのことを、まだ知らない方もいらっしゃると思いますので、ちょっと簡単にちょっと自己紹介したいと思って大丈夫でしょうか。はい、よろしくお願いいたします。はじめまして、皆様の方もおれば、いつもおなじみの皆様も、どうも、こんにちは。患者住職です。私もYouTube で、患者住職というチャンネルをさせていただいておりまして、こちら実は富山県の魚津市にあります、日蓮宗という宗派のお寺になります。その住職をさせていただいております谷川寛京ことカンちゃん住職と申します。高見さんとはね、もう過去に4回ぐらいですかね、そうですね、コラボねさせていただいてますよね、はい、来年は辰年ということで、まだね気のいいお寺ということでね、わざわざ高見さん、この富山の新城寺にお越しいただいたということになるんですよね。カンちゃん住職さんのお寺といえば、僕龍だとすごい思ってるんですよ。あ、はいはいはい、なぜなら、あの伝説の龍がいらっしゃるということで、はいはいはい、伺った意味がちょっとありまして、うんうん、もうすぐ冬至じゃないですか、はいはい、でしかも聞くところによると、冬至生まれという患者さん。そうなんです。冬至といえば、はい、どういう日かといったら、はい、私の誕生日なんですよ。僕は立春生まれなんで。ああ。もう、一応来福の私たち二人とかですよね。そしたらね。そうですね。そうですね。はい。で、今日はやっぱり冬至近いので、ちょっと冬至についてちょっと話を二人でできたらなと思って、はいはいはい。はい、その冬至生まれの、かんちゃん住職さんのところに伺いました。もう冬至生まれですからね。はい、もう冬至の良さなんてもう全部知ってますからね。まあ、皆さん、意外と、冬至ってみんななんか知ってるようで知らないことってあると思うんですよね。あ、そうですね。ということでですね、今日はですね、冬至について、カンチャージュルソンとお話をしていきたいと思います。まずはじめに、友人様のつながり、場を清めるティーンショットから始めていきましょう。それでは早速、行ってみましょう。で、早速ですね、始めていきたいと思うんですけど、まあ、冬至といえば、はい、やっぱ1年で一番日が短くなって、まあ、夜が長くなるという時期になって、で、これから、エネルギーが、まあ、だんだん日が長くなっていくことによって、陽のエネルギーが、多くなっていく、そういう時期かなと思うんですが、この2023年の冬至って、かんちゃんさん視点で見ると、どういう冬至になりますか？なるほどですね。あんまり皆さんどうですかね、冬至って意識されて、見てる方っておられますかね。結構、見てる方、このチャンネル見てる方はやっぱエネルギー転換点ぐらいの、見てる方もいらっしゃれば、はい、ゆずとか、うん、はい、アクションをする方も多いのかなと思うんですけど、さすがですね、やっぱりね。皆さんじゃあもう当たり前のように当時は、かぼちゃ食べて、ゆず湯に入ってみたいな、はいはい、そうですね、そういう方も、はい、多いんじゃないのかなと思います、ね。なるほどね、はい、なるほど、なるほど。でもまあ、お寺でみんな、集まってですね、はい、お参り事をしたりとかしてたんですよね。はい、今やってないんですけれども、はい、その皆さん、その熱心な、おじいちゃんおばあちゃんたちが、冬至を大事してた時代が一昔前ありましてですね、はい、で、その時はみんな集まって、はい、みんなでかぼちゃを食べるっていうことをしたんですよ。ほんで、大きな柚子をみんなで配って、その日の夜は柚子湯に入って、はい、で、健康を増進しましょうと。ね、で、そういう意味でもみんなでこう、柚子を配ったりとかするような、はい、そういう日だったんですけども、はい、冬至ってどういう日なんだろうなっていうことをこう考えていきますと、はい、ものすごく大事な日なんですよね。そうですよね。日本だけじゃないですもんね。日本だけじゃないんですよ。はい、実はもうね、暦といえば昔から、例えばメソポタミア文明の時代、これも古くからある暦がありますけども、はい、そういうところが中国の暦。はい、で、あの時代に、冬至といえば、はい、実はその12月22日の冬至の日に、お正月に当てられてたぐらい、すごく大事な、この日から年が明けますよというような言われとして、ものすごい大事にされている。ほんで、まさに先ほど高見さんおっしゃってくださいましたけども、一年で一番昼の時間が短い日っていうのが冬至なんですよ。それで次の日、12月23日から、畳の目、一マスずつ日が長くなっていくって言われてるんですよね。
でそれが夏至までこうずっと続いていくという半年ごと夏至と冬至、まあ、夏の夏至を迎えたら今度はあの畳1マスずつこう日が短くなっていって一番極まるのが冬至の日っていうことになるわけですよね。一番こう暗い日というか、あの一番病気にもなりがち、でその病気にならないためにゆずのお風呂に入って病気へあの健康増進するとかいうことになってくると。で太陽っていうのはすごくやっぱり私たちの生命エネルギーの源ですし、いろんなあの万物の生命の源になっているものがやっぱり太陽じゃないですか、その太陽が一番一年で少ない日照時間が少ない日っていうのが冬至ということで、あの本当はね一番こう陰に入っていく冬至鬱みたいなことも言われるようなこともあったりするんですよね。この陰のエネルギーあふれるっていうことは、内側に目を向ける、目を向きやすいっていう時期なのかなと思うんですけど、そこが影響してるのかもしれないですね。その通りですよね。あの鬱といえばやっぱり本当に陰に入ってって、なんかこんなんじゃダメだわとかね、あのなんかだんだんこうネガティブになってってしまいがち、でも夏のいいお天気とか快晴の日っていうのは気分もそれだけで晴れるますもん ね。やっぱりその太陽エネルギーというか、いただいて元気になると思うんですけども、やっぱりその太陽が少なくて、やっぱり陰に入りやすい、でおまけに寒いときたら、やっぱりちょっとそこで鬱に入っていってしまうようなあの人たちが多いということで、冬至鬱ということになってくるってことですよね。なるほどですね。ということは、もうすぐもう冬至じゃないですか、まあ、結構今それに感じている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います、ね、確かにね、あの、お寺にやっぱりそれでご相談がやっぱり年末になってきて、もう特に多くなってまいりますですね、やっぱりそのご相談内容っていうのがやっぱり自分の心にこう目を向けているらっしゃるんですよ。で自分の心に目を向けるというのはすごく意識を向けることが大事なんですけれども、それがいい方向じゃなくて、なんか一年を総括して、なんかやりたいことができなかったとか、何も成してこなかったみたいなところで、で、また周りと比べてみたりとか、なんかプラスのこのポジティブっていうよりもネガティブな方に入っていくような方たちが本当に多いので、そのくらいちょっと暗い日というか、あの精神メンタル面もあの体調面もこう体が動きにくいですし、あの気持ち的にもこう下がってしまうようなあの日ではあるですけれども、でもその気持ちの向け方ってちょっとしたことで変わりますからね。そうですね。だから本当はこの冬至っていうのは一番の年末の総括をする時期にとってはもうベストのタイミングですよね。そうですね。本当は今年1年間の、あの振り返っていただいたら1年間本当に何もできなかったとか言ってなんか本当にうつうつした気持ちになってらっしゃる方おられるかと思うんですけれども、よく考えていただきたいのがいろんなね厳しい山をねずっと越えてこられたと思うんですよ。そこを振り返る日でもあるんですね、冬至っていうのは。だから陰に入っていくんじゃなくて、もう一回改めてね、ゆず湯にゆっくり浸かりながら、かぼちゃの栄養を取りながら、今年1年間の自分の総括、よくやった、自分頑張ったっていうね、自分を褒めてあげる日でもあるんですよね、実は。そしてその褒めて一回リセットしたところの次の23日から、太陽が畳1マスずつね、日が長くなっていく日照時間が。っていうことで、どんどん、ね、運気をまた上げていっていただく、そのね、起点のね、日が冬至という日になってまいります。頭痛があるならば、表裏一体です。逆に、こっちのね、いい面をね、もう一回振り返っていただきたいな、というふうに思います。はい、ありがとうございます。いやー、素晴らしいですね。もう僕が言うことあるんですかね。ありがとうございます。おっしゃった通りで、はい。僕もやっぱりこの1年を通して、もう振り返る時期では あると思ってて、で、いつもお伝えしているアクションの中でも、一つは手放しリストっていうのがある。いいこともあれば悪いこともあるんですね。で、やっぱその悪いこととか、まあ、もういらないなと思ったものも必ず出てくると思うので、一回これを書き出してみる。もういらなくなったもの何かなっていうのをね、書き出してみて、やっぱ書いて、見ると、やっぱ、認識するので、そうすると抜けていくんですね。はい。もうそれをですね、書いてみて、いや、ビリビリに破って捨ててしまうっていうことによって、このね、いらなくなったものも手放せるので、はい。そうすると、いいものしか残らなくなっていくので、はい。そうすると、このいいものに目をだんだん向けていくみたいなところでも、いいアクションになるのかなと思って、僕は推奨しますね。素晴らしい。素晴らしい。ありがとうございます。手放してすごい大事ですよね。大事ですね。はい。素晴らしい。いや、両手にいっぱい持ってたら、新しいもの持てなくなっちゃうんで、やっぱり不要なものをまず手放すっていうのが大事かなと思いますね。うん。
物理的にも物も断捨離って言いますけれども、はい、人が住んでいるのか、はい、物が住んでいるのかって分からなくなるぐらい、はい、物が山積みになっているようなお家があったりとかするんですけど、はい、やっぱりね、なかなか手放せない方が多いんですよね。なるほど。使わなくても置いてあるみたいな、はい、だったりとか、はい、年末になってくると、はい、なんか年末ジャンボセールみたいな、あの物がこう安売りセールになってくるじゃないですか。はい、でお正月になってもまたあのお年玉セールみたいなんでありますけど、はい、でもそこで飛びつくと、いらないものまでまた買ってしまって、はい、みたいなことが多分あると思うんですよね。はい、でも本当にそれが必要なのか必要じゃないのかっていうの部分でも、はい、高見さんおっしゃってくださったように、本当に書き出してみる、本当に自分にとってどうなのかっていうところからの視点でやっぱり物事を選んでくださったりとか、やっぱり自分の気持ちの整理にしても、はい、物の整理にしても、その今のこの時期にちょうどその手放すっていうのをちょっとあのキーワードにしてちょっと考えていただいたら、すごくいい日になるんじゃないかなと思いますよね。そうですね、うん、はい、やっぱりでもうつうつした状態って払っていきたいとか思っているんで、うん、特にまだ当時まで時間があるじゃないですか、うん、で当時までの間にやっておいて、うん、そしてこのうつうつを払って、うん、そして最高の2024年を迎えていきたいと思うんですが、ちょっとそれに対するなんかおすすめアクションについてちょっとお話をしていきたいと思うんですが、うんうん、何か思いつくものありますか？うん、それまあ一般的に言われることではあるんですけれど、はい、やっぱりあの健康栄養をとってとかっていう意味では、はいはい、このひらがなのこの、のつくものを食べるとかいうことをよく言われますよね。人参とか、はい、金柑とか、はい、かぼちゃをあれ漢字にすると南京、あ、そうですよね。ですよね。はい、で南京で運がもう2つもつくんですよね。はいはい、かぼちゃはね、ぜひね食べていただきたいなと思います。でこうそもそもなんでかぼちゃなのかなっていうところですけども、はいはい、やっぱりあのその南京ってのは南米の方から来た食べ物っていうので、はい、太陽のエネルギーをいっぱい吸収した食べ物、なるほどですね、ですよね、はい、でそれがまあ日本に渡ってきたこの冬まで、はい、あのずっとその持つ食べ物、太陽エネルギーをいっぱい吸収しているの で、はい、でそれを私たちはいただくことでまたエネルギーがまた浄化されて、あのかぼちゃ自体にはなんか澱粉質、分解質もありますし、はいはい、ビタミン C とかね、当時にはかぼちゃもね、はい、必食、はい、必食メニューというかね、それをちょっと必ず食べていただきたいなと。でやっぱりね、体と心ってやっぱりつながってる密接なのもね、なのでやっぱり体を保つ、美味しいもの食べて栄養も食べて、はい、体を整えて、そして精神にまたそれを持っていくっていうのはいかがでしょうかね。はい、いや素晴らしいと思います。はい、でも結構あの食べ物なんですので、まあ、取り入れやすいのかなと思いますね。でも僕もそれ結構近いところがあって、食べ物じゃないんですけど、うん、一つのアクションとして浄化がいいかなと思いますね。やっぱ先ほどおっしゃったように、やっぱ心と体がつながっていて、で今の時期っていうのはやっぱこの体の毒素とか、この心に溜まったものとかがやっぱあの出やすい時にあるので、それをもう出しちゃうっていうのためにも、うん、まあ、そのさっき の、 その浄化アクションを、それこそあの、ゆず風呂もいいと思いますし、うん、この浄化にちょっとフォーカスをして、で、今あるものをちょっと出していくっていうところを、ぜひアクションしていただくと、うん、素晴らしい冬至を迎えられるんじゃないのかなと思いますね。うんうん、なるほどね。本当そうですよね。ちなみにちょっとあの、聞いてもいいですか、うん、どんなおすすめアクションが、あの、一番本当は、アクション、はい、おすすめしたいアクションではあるんですけど、はい、なかなか簡単にはできないかもしれないんですが、はい、本音というか本心というか、はい、本当のことで言いますね、はい、私がいつもやってるあの開運アクション、はい、浄化アクション、はい、水曜なんですよ。出ましたね。出ました。水をかぶるんですよね。あで、はい、実はこの、まあ、あの高見さんご存知ですけども、はい、このお寺では冬至水曜祭星祭りっていう冬至に合わせて水をかぶる行事もあってそうですよね。そうですよね、はい、全国からもうね、本当にたくさんの方が水をかぶって、はい、で、それ浄化をして、はい、そしてもう来年に向けてみたいなことを、はい、あと一大イベントとしてこうやっているんですよ。そうですね。それね、普段で私ね、やってるんですね。あ、なるほどですね。その年にじゃなくて、うん、普段からって、ね。そうです、そうです、そうです、そうです。で特にこう、うつうつしたりとか、はい、なんかもう、はい、あみたいなとか、やっぱり人間なんであるんですけども、はい、その時こそ、はい、こうなんか無心になって水をかぶると、スワーッと落ちる感じなんですよ。でも、これか、まあ、まあ、これからというか、冬の時期、特に寒いですし、はい、まあ、夏とは関係ないんですよね。今のこの時期、あの、はい、本当は一番おすすめなんですよ、はい。していただきたいんですが、されるとすれば、はい、ちょっとあの、温度、はい、あの、ちょっとあの、ぬるめでもいいので、あのね、そのイメージというか、かぶって浄化するっていうね、イメージでもってこう、かぶるっていうことがこう、ポイントなんですよ。はい、なるほど、ね。そうです。冷たいからいい、あったかいから悪いってことじゃなくて、やっぱり本当にその、それで、ザーッとこう、流すっていうイメージですかね。
ですね。これでね、やっていただけたら、はい、お風呂場でもいいですよ。必ず使ったお風呂じゃなくて、はい、ちゃんとそのように溜めた、はい、あの水で、ちゃんとここでやっていただくっていうのがね、はい、一番の実はのおすすめではあります。そうですね、さっきの、おすすめの、水をかぶるというアクションあったんですけど、ぜひですね、シャワーの時にですね、足元だけ水をかけて、もうね、はい、皆さん、こちらです。やるならこちらです。もう浄化できます、確かに、ね。はい、これはですね、もちろん浄化もあるんですけど、うん、浄化もいいんですけど、これね、実際やってみると、集中力が高まるっていうアクションにもあるので、はい、なので、今ちょっと、なんか、もやもやとして抜けれないっていう状態だったら、うん、これを、水をちょっとかけることによって、うん、まあ、足でもいいし、手でも一部でもいいんで、うん、まあ、冷たいって感じると、集中力とか、注意力が高まるので、ちょっと一日のスタートも、なんかすごく機敏に動けたりするので、僕結構これを取り入れてるアクションになりますね。いいです。これは、はい、いい情報ですね。素晴らしい。そうですね。ちょっとだから、まあ、かぶるっていうのはちょっと辛いのであれば、ちょっと先からやっていただくのも、まあ、いいんじゃないのかなと思って。確かに。水曜ちなみにこう、かぶるじゃないですか。理由があって、私たちのこの首筋に、霊の台所というかで、霊台っていう、その、木の出入りするところがあると私らの世界ではこう言われるんですけども、そこを浄化するために、そこに水をかけるというか、清める感じなんですよね。なるほどですね。なので、はい、この、頭からっていうよりも、その水かぶるとき、そうそう、気をつけていただきたいのが、頭から脳天にかぶるんじゃなくて、この首筋にかけるっていうイメージでやっていただく、この霊台っていうところに向けてかけて、はい、そして浄化するっていうイメージで、される方はそこをイメージでお願いします。はい。まあ、僕はですね、あとプラス、やりやすいといえば、よく寝ることかなと思います。はい。やっぱり今の時期ってエネルギーが転換していく時期で、これから溶岩のエネルギーが、ね、溜まっていく時期になりますので、ちょっと強いエネルギーを浴びすぎてしまって、僕はそれでちょっと暗い気持ちに なりがちなのかなっていうところがあるので、まあ、でもやっぱ寝るってことはめちゃくちゃ大事で、そこでリセットされるので、はい。辛いなと思う前によく寝ていただく。結局そうすることによって、特に師走なので、忙しい方もいらっしゃると思いますので、ちょっとなかなか睡眠取れないなと思っている方とかは、ぜひちょっとここを意識していただいて過ごしていただくのがいいんじゃないかなと思いますね。あえて寝るって意識してるんですよね。そうですね、やっぱり意識しないと、まあ、寝ることってちょっとおろそかになってしまったり削ってしまいがちなので、そうじゃなくてちゃんと寝る時間を確保するっていうことは大事なことかなと思いますね。そうです。カノさん、ちなみにどのくらい寝てらっしゃいますか？僕ですか、7時間半ですね、おー素晴らしい、はい、なんか僕の場合は7時半が一番ベスト、いろいろ試したんですけど、1時間半が一番ベストだなと感じて、1時間半を取るようにしてます。何時にはお布団に入ろうみたいな決めてる時間があったりするんですか？あ、そうですね。僕はどっちかというと23時過ぎからもう布団入ってっていう感じ。布団入ってるから準備し始めるっていう感じですね。で、寝るのが大体日付変わったぐらいっていう感じで寝るっていう感じですね。へぇ、はい、素晴らしい。ぜひ皆さん休んでくださいね。ちなみになんですけど、私ね、はい、寝ることに罪悪感というか、はい、なんかね、寝ることに対してのちょっとね、拒否反応的なものを実は持ってるんですよ。修行が辛かった時代、修行のなんか名残なのか、はい、なんか本当になんか、まあ、寝られないというか、なんか寝ない生活をちょっと続けてたんですけど、はい、でも本当にめちゃくちゃ疲れてる時、はい、でも家族にも言われるし、ご視聴者様からも、はい、今日なんか大丈夫でしたかみたいなとかも、はい、あとでコメント DM いただいたりとか、はははすごい皆さんご心配かけてしまうぐらい、はい、ちょ顔に出てたりとかすごいことあるんですよ。僕もたまに本当コメントでやっぱり出て言われたりすることがあって、そこから気をつけてますね。素晴らしい。そうですよね、はい、私ご視聴者さんから漢方を送っていただいて、はい、あとなんかサプリメント、サプリメントすごい楽に、ね、寝れるサプリメント、優しいですね、優しい方をおられて、はい、で飲んでそう元気になってまた仕事してるみたいなこと、はい、実はあったりとかして、はい、だから本当に多分このご視聴者さんの中にもなんか例えば仕事がいっぱい溜まってるとか、で寝られないとか、はい、特に年末忙しい、はい、だから寝たいけど寝れないとか、でじゃあちゃんと寝ようと思ってもそのなんか不安になって寝られないって方も多分多いと思うんですよね、はい、でもそれこそ先ほどの足を疲られるとか、はい、それからちょっと神経をちょっと整えていかれるっていうことをされたりとか、はい、やっぱり食べ物を食べたりとかすることによって、ちょっと本当にリセットしていかなきゃいけないっていう意識、
これ意識あるかないかっても全然違いますもんね、うん、そうですね。なんとなくやっぱり生活してるとやっぱりその時間っていうのもいつものように多分行くんですけど、でもやっぱり気温は下がってくるし、なんか年末も世間もせわしくなってくるし、やっぱり黙っててもなんか焦りますもんね、うん、そこをなんか自分であえてストップかける、はい、そのアクション、はい、っていうことはやっぱり、ね、絶対していかないと、やっぱりなんか気がついたらいつの間にかうつうつしてしまうみたいな、焦ってって寝たくても寝れないみたいないう方も多くなってくると思いますので、はい、だからそれはもう休みましょう。休まないとやっぱり次のアクション、はい、次の日もできませんもんね。いやそうですね、うん、いや僕もなんかあの結構やっぱ仕事が好きなんで、うん、あのスケジュールもだんだん埋まってくるんですけど、うん、必ず休みの日って入れてるんです、ね、前もって入れてないと、うん、あのどんどん何日でもできてしまったりするので、はい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 、なのでこの日は休むって言ってスケジュールを、うん、あのもう入れないようにしてるっていうので、うん、もう強制的にちょっと休みを入れてるような日は作りますね、うん、素晴らしい。じゃあここからですね、うん、逆に NG アクションをちょっと紹介したいと思うんですけど、うん、はい、僕はですね今日2つちょっと持ってきてました、うん、はい。でまず1つ目はですね、逆にこれ新しいことをやるってことはちょっと避けた方がいいんじゃないのかなと思いますね、うん、はい。まあ、というのはですね、ちょうど今内側に向いて意識が向いている時になるので、ここでちょっとあの外に意識を向いてしまうことをやってしまうのはちょっとあの、まあ、悪循環とは言わないですけど矛盾が生まれてしまうのかなと思うので、なんか ある意味なんか、ね、台風が来ててその時に元気よくなんか遊びに行くみたいな状態になるのかなと思うので、そうじゃなくってちょっと内側にちゃんと見つめる時間を取るのがいいんじゃないのかな思いますね、うん、はい、素晴らしいですね、大事ですよね。そうですね、うん、やっぱり本当に自分の内側を見つめて、はい、で1年間の振り返り総括、はい、あの総まとめをしていただいて、はい、そこの自分にあの OK を出していっていただきたいですよね。そうです ね次の日からまた新しいことに向かうために、はい、あのその当時の日には、はい、本当にちゃんと1年間振り返り自分を見つめて、はい、であこれもよくやった、これもよくやった、頑張った自分、よしよしよしっていう1日にしていただいたらいいですよね、はい、そうですね。なんか自分の畑をなんか耕すというか、うん、次に向けてのなんか栄養を与えるみたいな、うん、そういう時期になるのかなと思いますね、うんうん、はい。やっぱりなんか人間その春夏秋冬、はい、あの季節と同じでやっぱりあの体調面とか、はい、やっぱり仕事面でもそうですし、はい、あると思うんですよね、はい、やっぱり春の時期にそれこそ今言われた種をまいて、はい、それがだんだん実ってきてこの冬に、はい、あのそれがあの収穫の時期を迎えるっていうことだと思うんですよね、はい、でその収穫したものをまた一回自分の中で並べてみられて、先ほどあのプラスアクションでおっしゃっていただいた、はい、そのやるべきアクション、その書き出すっていうことですよね、はい、でそれを改めてやっていただいて、はい、やっぱりさっきのネガティブのやつをあの破っていくってありますけど、はい、あえて変えて、でそれを変えたものを 見つめながら、あ自分ってこういうことをちゃんと成してきたなっていうのを自分の中でちゃんと目で見て、はい、ちゃんと自分で理解してあげる、はい、ってことってすごいやっぱり大事ですよね。そうですね、まあ、そこはやっぱりやっていただきたいアクションかなと思いますね、うん、はい。でもう一つがですね、はい、あの否定的な言葉を使うのをやめるということですね、うん、特にこのうつうつしてしまうとかネガティブな方とかこの陰のエネルギーが生きやすい時期に、その否定的な言葉を使ってしまうことで自分の耳にしてしまうので、ちょっとネガティブなあの気持ちがですね、どんどん加速してしまうかもしれないので、なるべくそこは意識していただいて、このポジティブ言葉を使っていただくのがいいんじゃないのかなと思いますね、うん、おっしゃる通りです、はい。やっぱり言葉ってのは言霊、はい、やっぱり自分の内面にあるものがやっぱり言葉として出てくると思いますので、はいはい、やっぱり高見さんおっしゃったようにそのネガティブな言葉を言うことによって一番その言葉を聞くのは誰かって言ったら自分自身ですよね、うん、だから誰か人に対して A さん、B さん、C さんに対して A さん、かむちくしょうとかね、今年もなんか嫌やったなとか来年会いたくないなみたいな、ね、それぞれなんかいろんな思いをね、まあ、人間なんであると思うんですけれども、それをもう言葉に出してしまったりとか思っているものがやっぱり言葉になると思いますの でもしね仮に言葉に出したとすれば、それをね消し去る言葉、最後は必ずプラスの言葉で終わっていただきたいなと思うんですよね。ただ言った後によしこんだけもう言ったから来年は切り替えていこうって、もうねこれ嘘でもいいそうですよ。脳のそのね構造上をその言った言葉を脳がね最後に言った言葉をそういうふうに認識して、体にねそういったね電気信号を走らせるんですって。これ独り言でも全く同じなんですよね。だから言葉として出てきたもの、これ出さないようにもちろんすることは大事なんですけども、出ちゃったものとか誰かに言ってしまったことっていうのは最後に、その最後に必ずポジティブな言葉で終わるって意識、すごく大事かなというふうに思いますよね。そうですね。じゃあもうそこはもう必須で、最後ポジティブで終わるっていう、うん、ポジティブで終わる、はい、うん、
なんかそのなんか年の終わりみたいなものですね。そうですよね。はい。いや、ぜひですね、そういうアクションをしていただくと、よりいい冬至を迎えられるんじゃないかなと思いますね。ということで今日はですね、冬至場にやっておくこと、いや、素晴らしい話でしたね。ありがとうございます。こちらこそ。はい。またですね、実はかんちゃんさんの、動画でもですね、遊びに行っておりまして、はい。まあ、さっき浄化の話をしたんですけど、今度はお塩の話をですね、かんちゃん、住職さんの方ですね、させていただいてますので、はい。かんちゃんさんから見たこのね、浄化方法をぜひ、聞いていただければと思いますので、ぜひ遊びに行ってみてください。で、動画はですね、概要欄に貼ってありますので、そこから飛んでいただければと思います。はい。あとは、あれですよね、この間本出されたって。ありがとうございます。発売の日に、本屋さんに実際行ったんですよ。うん、なくて。なくなってたんですよ。なくなってた。なくなった。置いてなかったんじゃなくて、なくなってた。はい、よかった。そうそうそう。これ、普通に実話で、新勝寺の門にも貼ってありましたからね。うん、はいはいはい。ポスター貼らせていただいて、で、今、サインを書いて、はい、でご郵送させていただくというサービスもやっておりますので。すごいですね。そうなんですよ。はい、実はこちらの本になります。魂みやき開運というものでございます。角川さんから出版させていただいております。こちらなんですけどもね、本当にね、可愛らしいイラストが、ね、描いていただいて、はい、はい。で、これを見ていただくと、本当に邪気払いのことも書いてあったりですとか、あるいは開運作法とかアクションとかも、いろいろ盛りだくさん書いてあります。これ本当にね、読んでくださった方が、初めにの一番最初の部分、読んで、もうそれ読んだだけでうるっときましたとかね、いうところから始まって、ほんでもうね、じっくり味わいながら読みたかったけど、一気に読み、面白くて、読みましたとか言って、もうね、人生もバイブルになってます、してきますみたいなね、すごいとても嬉しいコメントがたくさんいただいているので、ぜひ皆さんもよろしかったら、角川さんから出ております、かんちゃん住職で出ております。いいですね、魂磨き開運でございます。ぜひ、アマゾンさんからでも買えますのでね、はい、ぜひチェックなさってみてくださいませね。はい、ありがとうございます。それから、高見さんも、はい、なんと、3冊目ですか？そうです、ありがとうございます。びっくりしましてですね。いえいえ。おめでとうございます。ありがとうございます。なんかさっきのアクションとつながるかなと、はい、寝るということ。はいはい、はい、寝るだけで運が良くなるお守りの法則ということで、はい、そういうことです、ね、そうなんですね。やっぱこれ寝るってことはやっぱリセットされるし、うんうん、こう守ってもらってる守ってもらってないでやっぱ心のか強さが変わるかなと思って、うんうん、そういう気持ちも込めて、うん、はい、こういう方法で出させていただきました。素晴らしい。アルカディア出版さんですよね。はい、そうですね、はい。いつこちら出版ですか？こちらですね、今月の12月の頭に、その頭に12月の4日に発売して、うん、あ、そっか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 、はい、そうなんですよ。ぜひちょっとお求めさせていただきたいと思います。ありがとうございます。失礼いたしました。本当に。いえ、楽しみに読ませていただきたいと思います。ありがとうございます。それではまたサインのお願いします。じゃあお互いに。お互いに。ユニフォームです。ぜひ、よろしくお願いします。はい、ということですね、今日はありがとうございました。はい、最後ですね、明日を願って鈴でお別れしたいと思います。明日も動画でお会いしましょう。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバーイ。